いろいろ気になる部分がちょっとありますけれどもね、皆さんね。はい、ありがとうございます。なんでしょうね、あれね、なんかまあ、オープニングのお祝いと捉えてですね、やってまいりたいと思いますけれども、さあ今年もですね、皆さんお待ちかねのくまモン誕生祭が始まりました。たくさん来ていただいてありがとうございます。はい、私ですね、このくまモン誕生会オープニングステージの司会進行をいたします、田中陽平と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速なんですけれどもね、本当にたくさんいらっしゃるんです、皆さん。決して押したりしないようにですね、気をつけてください。くまモンファンの皆さんは、皆さん優しいと思いますので、あまり押したりしないようにですね。それから、店舗がね、今日いろいろ出ております。店舗の前もですね、まあ、よかったらちょっと通れるぐらい通路を開けていただくといいなと思っております。もうね、できるだけ近くで見たいと思いますけれども、そのあたりぜひお店の皆さんにも、ね、皆さんご協力いただければと思いますので、お店のちょっとすぐ前ですね、ちょっとでも開けていただけるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。準備もされてますからね、ぜひそのあたり邪魔にならないようによろしくお願いしますね。さあ、それでははい、そろそろ本日主役のくまモンをですね、皆さんお呼びしたいと思いますけれども、一度みんなでちょっとくまモンを呼ぶ練習をしてみましょうか。気持ちはね、一つだと思いますが、はい、せーので、くまモンでいきたいと思います。ちょっと一回練習しましょう。はい、せーの、くまモン。ちょっとまだ恥ずかしいですか？ちょっとまだみんな出てませんね、お腹からね。ちょっともう一回だけ、もう一回だけいきますよ、大きい声で、せーの、ゲーム。はいはい、いい感じでございます。じゃあその5倍でいきたいと思います、本番ね。じゃあいきますよ、くまモンに届くように。はい、せーの、ゲーム。はいやー、くまモン、お誕生日おめでとう。くまモン、ありがとう、ありがとうね。今回のために新調したジャケットだそうでございますよ、ね、私が邪魔ですね写真撮りたいですもんね。どうぞどうぞどうぞ。はい、ということでね、くまモン、ちょっと早くから本当にたくさんの皆さん来ていただきましたね。よかったね、もう相変わらずもうね、ワールドワイドな人気で、いや、そうね、いやいやいや、皆さんあってのね、くまモンでございますが、はい、ありがとうございますね。もう今日は皆さん存分にですね、くまモン、お祝いしていただきたいと思います。さあ、そしてですね、この方にもお忙しい中、くまモンのためにですね、駆けつけてくださいました、小野大輔熊本県副知事でございます。はい、ではステージでご挨拶をお願いいたします。それが知事、皆さん、ようこそ熊本誕生祭にお越しいただきました。ありがとうございます。本当にいい天気になりました。皆さんの願いが通じたんじゃないのかなと思いますが、本当に皆様のおかげをもちまして、くまモンもですね、今全国だけではなく世界中で頑張っています。昨年というか今年度ですかね、今年度はまあ上海とかですね、香港とか台湾、タイもそうですけれども、もうどん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 ファンの方が広がっていてですね、くまモンも図に乗らないように、ぜひ皆さんで厳しく、温かく指導していただきたいというふうに思いますけれども、これからどん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 皆さんと一緒にですね、幸せを広げていこうというようなことで頑張っていきますので、これからもぜひどんどん応援していただきたいというふうに思います。そして今日はですね、会場をこの花畑公園にしまして、そして、熊本の中心市街地の、商店街の皆さんとコラボしてですね、町中で、くまモンと一緒に楽しんでいただけるような工夫も、しております。そして、同時にですね、今日明日の、玉名、そして水俣においても誕生祭やっております。くまモンもそっちに行きます。ぜひ皆さんもですね、一緒に、熊本にも、いろんなところで美味しいもの、そして温泉などですね、ありますので、くまモンに、引っ張られてですね、ぜひいいところを発見していただきたいというふうに思っております。今日ちなみに
県外からいらっしゃった方どれぐらいいらっしゃいます？うわすごいですねありがとうございます。本当にくまモン幸せもんね。もう私なんかね、誕生日そんなにやってもらわないけどね、もうちょっと感謝しないけどねということで本当に皆さんありがとうございます。これからもくまモンをですね、ご愛顧いただいて、可愛がっていただいて、そして一緒にですね、笑顔で溢れた、生活をですね、送っていただければなというふうに思います。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。小野福県知事どうもありがとうございました。いいでしょうね。さあということで、ご紹介させていただきます、はい、ホンダ製作所の畑野博さんでございます。はい、さあ皆さんおはぐまさんです。はい、いつもいつも、はい、くまモンキーと一緒に、皆さんの前でくまモンと登場してますね。今日は持ってきました、なんとくまモンキーに続く新しいの、新しい、はい、新作の、はい、なんか随分端っこにおるデザインが、はい、いきましょうかね。いきましょう。1、2、の3、3、おお、はい、どうだった、かわいい、くまモンバージョンでございます。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、くまモン誕生日プレゼントでこれどうですか。え、本当に、あらららありがとうございます。はい、すごい、ジョルノですね。2年前にモンキーあげたのに続いて、はい、またジョルノを差し上げます。ちょっと待って、ジョルノの詳しいスペックは、はい、本田県熊本製作所の誇るミヤモンが、ミヤモン、はい、皆さんに説明をさせていただきたいと思います。熊本もちょっと近くで見ようよ、これね。うわ、ピッカピカだね、かっこいいわ。かわいいだけじゃなくてかっこいいですね。はい、じゃあミヤモンさん、はい、こちらのどういうね、ですね、どういうモデルになるんですか。はい、はい、これはホンダの、ジョルノをベースにしました、うん、新しく、カラーとしてくまモンバージョンの、デザイン発表を本日させていただきます。かわいい、だからもう黒が基本で、そこにやっぱりこの赤と白とあーで、そこはおーすごいすごい、いきなりかっこいい、かっこいい、はあ、ライダースジャケットのね、ぬいぐるみまで、まあ、これちょっと入らないね、そこはね、くまモン、くまモンが入るとね、もう多分ね、これ二輪車じゃなくなるんだよね、そこが入るとね。へえ、いやいや、これもじゃあ、はい、ね、それで、特徴としましては、はい、この赤と黒と白、そしてこのドットですね、それをデザインしました。うんうん、くまモンのイメージですね。それと、もう一つ可愛いポイントがあります。はい、こういうと、もう一つここハンドルのところ、ちょっとお客様には見えにくいんですけども、これですね、くまモンのネイルをイメージしまして、ここに5本の指爪ですね、のデザイン、イメージで、なるほど、なんていうかこう爪というか指というか肉球というか、そうですね、はい、ここにあの点点点点点と5つありますが、プロさんそれをイメージしているという、そうですね、こういう遊び心を、はい、ふんだんに各所取り入れてます。それとですね、私が褒めてますこのワッペンなんですけども、はい、これもですね、正面のところに、ございます。あ、ここですね、はい、これはエンブレムといいますか、そうですね、エンブレム、はい、これはくまモンバージョン専用のエンブレムとなっております。で、このバイクの中にはですね、3人のくまモンがいますので、ぜひ皆さんまた実写を見て確認してもらいたいと思います。隠れくまモンということですね。今回あまり隠れてないです。隠れるのは逆に苦手かもしれません、くまモンね。あー、なるほど。でもいろんな遊び心がやっぱり散りばめられていて、そうです ね、 ね、はい、かわいい。これどうしよう、熊もちょっとまたがったりできるかな、ちょっと難しいかな、じゃあ一緒にちょっとね、皆さんこのね、ジョルの熊本モデルと一緒にちょっと写真なんかもね、撮っていきましょうよ。はい、ね、それとですね、こちらのナンバーなんですけども、大津町さんのですね、協力いただきまして、312という誕生日のナンバーをいただいております。これ量産第1号になっております。素晴らしい。これ、じゃあ今後量産して
販売されるんですか？そうですね、たくさんの皆さんにあのくまモンのように愛される、バイクになってほしいと思っています。なるほどね。4月15日、はい、発売です。あ、4月15日、早めに予約していた方だけ、はい、なんか、このマークの入ったブルゾンがプレゼントされるそうなので、本当に、皆さんお早めにホンダのお店行ってですね、20万円でお釣り来るようにしましたんで。あ、すごい、それはありがたい。いやいや、でもね、あのこれからほらやっぱり新生活でいろいろ必要な方もいらっしゃると思いますので、ちょっと早めのね予約していただくと特典もつくということなのでね。うわー、これはいいですね。はい、でこれもちょっとじっくり見たいという方、ちょっとこの後展示もされるんですか？されますか？とかこの辺りにちょっと展示させていただくんですかね。はい、ということなんで、ぜひ気になる方、ね、お近くでまた見ていただきたいと思います。おーおーおーオッケーオッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。まあちょっとヘルメットかぶってないけど、いいか、走ってないから。あー、かわいいよ。ママ似合うな、今日格好それ似合ってますよ、よくね。バッチリバッチリ、お写真撮れましたね。なかなか貴重だと思います、この話。はい、じゃあ頭さんも撮っていただいてね。はい、ということで、いや本当素敵なプレゼントありがとうございます。本田製作所から、はい、畑野さん、そして宮本さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、いや改めましてね、くまモン3月12日お誕生日おめでとうございます。イエーイ、ございます。ハッピー、似合いますね。ありがとうございます。もうすっかりなんかコロンビアの社員さんみたいな、ね、そうなんです。もうこれ何回来てるかなっていうね。今週ずっと来てない、それ。もう大概来てる。月曜日から来とったよ。はい、大阪と東京にもこれ来ていきました。もうずっとこれば来とったです。素晴らしい、ね、はい、ありがとうございます。でもね、くまモン今は来てませんが、実際にくまモン用のですね、はい、ピンクのあのこの DVD の PR のためにね、あの作ってくださいましたピンクのね、カタラネパーカー持ってるんですよね、はい、知ってる方、はい、ありがとうございますね。あれ嬉しいよね、後ろにね3月12日312って書いてあったのね、はいはい、そうそう、今書いてないけどね、そう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 。そちらの方もねぜひご覧ねいただけたらと思います。はい、でまあこの出張くまモンと語らんねというところ、木曜日やってるってね。そうそう、あの実は私も木曜日一緒出てるんですよ。ヨヘさんスタジオにいらっしゃるんですよ、木曜日はスタジオなんで、たまにあのワイプって言って下の方にポンと窓が出て、そこであのちょっといろいろ突っ込んだりとかリアクションとかねしてるんで、はい、僕も便乗していけないかなってちょっと思ってるんですよ。行きましょう、みんな飛びましょう、もう便乗してね思ってるんですが、はい、あのとにかくねこのオガッチと、それからもう一方の太田さんっていうね、う出演者の人の、はい、このやり取りがまたくまモンとのやり取りが面白いんですよね。いや、あの本当、いやありがたいんですけども、もともとはですね、あの太田博樹さんと、そして私とですね、そしてくまモンと一緒に熊本を PR するため のコーナーだったんですけど、なぜかですねくまモンが暴れたりね、はいはい、コスプレ着てやんちゃしてね、もういろんなことをする、なんかちょっとね、こうやってね、綺麗なお姉さん見ると、ちょっとやめなさい、やめなさい、耳やめなさい、やめなさい、綺麗なお姉さん見ると、近寄るんですよ。そんなね、やんちゃっぷりの映像となってるんですよ。その本当ね、だから、DVD がね、はい、我々はそうスタッフももちろん知り合いだから、はいはい、いろいろ聞くわけですよ、はい、やっぱりね、一応流れって決まってるわけですよ。そうなんです。構成というか台本というのが一応あるんですけど、絶対言うこと聞かんでしょ。絶対その通りにいかんとですよ、ね、もうどっか行くけんですね、本当に。でリハーサルはまた違うことやるよ、ね、やるんです。で本番でも違うことやる、ね、これはね、もうねプロです。さすがです。プロのタレント、芸人さん、もう芸人さん、タレントさん、本当にね、芸人さんと言っちゃ失礼ですか。マルチ、いやいや芸人さんも素晴らしいですよ、ね、いやそうですよ、ね、マルチタレントなんですよね。素晴らしいです。僕の腕がすごいんだってね、腕がね。そんなこと調子に乗ったらいかんって言わしたでしょ。副知事がすいません。そうです。ちょっとあの PR しっかり。あ、そうなんですね。その DVD の内容なんですが、ね、はい、過去のですね名場面、そして爆笑シーンの数々に加えまして、大丈夫ですか。新たにですね。すあのね、おがっちもねたまに思いもよらないあの NG を出すんですよ。そうなんです。ごめんね。生放送なんで全部流れてるんですよ、ね。そうなんですよ。でね、はい、新たに撮り下ろしました未発表映像の方もあの DVD の方に入っております。でですね、さらにですね、今作はこちらお姉様が持ってらっしゃいます DVD を買いますと、こちらのオリジナルトートバッグもついてきます。あ、もうすでに持ってらっしゃる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。いいですね。そう。
そのくまモンはですね、そのカタランでピンクのパーカーをね着たこの絵が載っていますからね、はいはい、ぜひ皆さん今作はこのオリジナルトートバッグもついてきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、で本当はだから熊本のいいところを紹介するコーナーですから、はい、まあ、そういう意味じゃこれ見ると、はい、熊本の可愛いシーンと面白いシーンもありながら、はい、熊本のいいところも見られるという、美味しいものも出てくるという、そうですね、観光マップとして見てくださってもいいかなと思います。はい、ぜひ、はい、やばい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 、どうしたんですか、どうしたんですか、あ、外れた、何が外れた、なんか外れた、うわぁ外れた、お姉さんいいのかなこれ、怪しくなってるのパーじゃなくでしょうか、すいません、ね、斉藤さんだぞじゃない、斉藤さんクマモンだぞって、そうだ、クマモンだぞね、ハプニングもこうやってね、置く、絶対何かが起こるんですけど、そうなの、神が降りてくるんですけどもね、はい、ございまして、はい、あの、販売スペースを作るんですか、あの、はい、今ですね、このステージのもうすぐ目の前ですね、あちら日本コロンビアの、ね、方々がいらっしゃいますけれども、はい、あちらの方にもですね、そのカタランネの DVD が置いてありますので、はい、買うことができます、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。でこの後、オガチをまたどっかに、はい、そうなんです、本日ですね、はい、15時からですね、蔦屋書店の熊本三年坂におきまして、はい、DVD の発売記念出張熊本カタランネの大解説&レッツエクササイズというイベントの方を行いたいと思います。え、ね、そう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 、一緒になんかこう踊ったりする、そうなんです、踊ることもありますね、はい、踊ることもあります、踊ります、エクササイズ踊ります、決まってないんですか、まだ、いや、踊ります、決まってるんですよね、まだ打ち合わせがね、そこまで、いやいやいや踊りますからね、あと打ち合わせしたって無駄なんですよ、そう、無駄なんです、私は小方さんと熊本、そうそう、こういうメソッドね、あのありますけれどもね、そうですね、そうそう、一緒にエクササイズ皆さんでやれるんじゃないですか、そしたらね、はい、そうですね、はい、ということで、はい、ぜひこの後5時からですね、あ、15時から午後3時から、はい、はい、蔦屋書店の熊本三年坂の方もぜひ皆さん、ね、遊びに行っていただきたいと思います、よろしくお願いいたします、はい、ということで日本コロンビアの中野さん、小笠原さん、一言も喋ってもらっておりません、ちょっと一言言いましょう、一言、一言、一言、はい、綺麗なお姉さん、はい、DVD 本日発売ですので、ぜひ皆様お買い求めいただけると嬉しいです、ありがとうございました、はい、はい、たくさんの方のですね、ご要望によって、本日リリースしております、皆さんよろしくお願いいたします、お願いいたします、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、午後3時ぜひね、皆さんこちら、はい、お願いします、改めまして皆さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます、今日はもうこんなにお誕生日をお祝いにね、皆さん来てくださって、あ、もうぎゅうぎゅうたいね、本当ありがとう、ぎゅうぎゅうなんでぎゅうぎゅうね、もしぎゅうぎゅうね、くまモンがね、俺とやっぱぎゅうぎゅうになるよね、そしてさらにねはい、くまモン嬉しかね、もうこりゃあ皆さんがお祝いに駆けつけてくださりました、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです、じゃあくまモン感謝の気持ちを込めてくまモン体操を踊りたいと思います、皆さんも楽しんで見てください、くまモンでは準備はよかですか、 OK、 それでは参ります、くまモン体操ミュージックスタート、まずは熊本城、せーの、